はい、どうも沖縄の水曜でございます。よいしょ。さて、ですね、今日何しようかな。まあ向こういろいろ作ろうとしていたんだけど、まあ時間外でいろいろ作りました。作ったというか、まあちょっと整地しました。では、ちょっと地図を見るとね、はい、まだ埋まってない場所も多いし、でだ、この地図のあたりほとんど海ばかりなんだよね。というわけで、ちょっとね、隣の地図を今回作ろうかなと思って、今回はちょっと上の方を目指していこうかなと思います。で、まあ、とりあえず地図を複製して、今度はなくさないようにね、して複製してだ、こっち方向にちょっと行ってこようかなと思うわけでございますよ。というわけで、今回は、向こうへの旅行ってまいります。まあやることはとりあえず、リスポーン地点に戻る、一旦リスポーン地点に戻るっていうところからスタートしようかなと。確かリスポーン地点こっちなんだよね。まあちょっと地図の埋まっていない部分も埋めつつ、リスポーン地点の方向に行こうかなと。あれ、なんか違う風景が違うような気がするんだけど、あれ、まあいいや、多少ちょっと埋めながらだから、ちょっと遠回りしててもいいか。ゆっくり行きましょう。はい、というわけで、リスポーン地点に戻ってまいりました。ちょっとものすごい遠回りしちゃったけど、はい。でだ、あれ、あんまりこっちに物なかったんだ。ちょっとじゃあしょうがない、旅に出るだけのアイテムを集めて、素材を持っていこう。何持って、まずちょっと海を向こうに渡るんで船が必要だし、食料はまあとりあえずこれだけありゃなんとかなるか。で、他は、ちょっとツルハシとかも全然ないから、ちょっと、あらららららら、くそ、穴開いてるし、ちくしょう、もう何やってんだろう。まあいいや、死ななかっただけいいとしよう。ここで死んでいたら、まあここに戻ってくるだけだからいいか。いや、よくない、経験値が待たなくなってしまう。でだ、ちょっとこの辺り整地じゃねえや、整えてちょっと準備をするか。どうだ、あとはもうちょっと、たくクリーパーに穴開けられたところは何とかして、でこの辺りの木もうちょっと切って、何やってんだかよく分かんない。で、地図を作りたいんだけど、向こうのね、上の方の地図を作りたいんだけど、紙を持ってくるのを忘れたという。で、ちょうど近くにサトウキビ植わってたんで、まあちょっとサトウキビを育成してですね、なんとかしよう。どっから、あ、こっからか、逃げろ、よしよし。とりあえずサトウキビが育つまでの間、サトウキビちょっと植えましたよ。近くにあったやつを植え直したんだけど、育つまでの間、暇だ。どれぐらい時間かかるかな。まあこうやってその間に、ちょっとツルハシを作るだけの鉄を集めたりとか、他にもちょっと地図を作るのに必要なものっていうのをゲットして回らないと。で、ダイヤゲット。ダイヤはとりあえずいらない、今はいらない。はい、なかなか
とりあえずこのツルハシ1本使い切るまでの間、素材集めやります。おかしい。今回は地図の上の方へ探検に行くはずが、何やってんだか。しかもなんかここ結構鉄と石炭多いな。終わりか。 OKOK。 さあ続き。ツルハシ一本でも結構いけたかと思ったらもう終わった。はい、というわけで、ちょっと植えたやつを回収。案外集まなかったな。まあいいや、これでなんとか作れるものは作ろう。こんだけか。でとりあえず船とかを作って、他に必要なもの、またサトウキビ育ったんで、はい、紙作って、で地図、まずはコンパスで、コンパスを真ん中に置いて、その周りをぐるっと紙で囲って、はい、地図第1弾出来上がりでございます。紙が全然足りてないんで、あのね、地図って言ってもこんな感じ、全然大きさがね。またこれは、はい、サトウキビが育ったら大きくします。これじゃ全然わかんねえや。まあいいや、とりあえず、まあこれだけでもなんとかなるかな。向こうに行ってくるか。行けるところまでガーッと行って戻ってくるような感じで行こう。コンパス忘れた。もう一回コンパス作ります。なんか今回は準備が全然悪いな。整ってないですね。はい、というわけでもう一回コンパス作って、もう一回行く、もう一回行こう。さあ行ってくるか。サトウキビはそんな育ってないと。まあこの短時間で育てたら怖いわ。しょうがない。とりあえず寝て、さて、あれ、もう結構ここまででだいぶ時間使ったよ。疲れた。よいしょ。とりあえずこの海を渡った先に、前も船でちょこっと行って、なんか砂漠っぽい地形があったような気がするんだよね。なのにちょっとそこまで行ってね、頑張ってきます。というわけで今回は向こうに向けて、やっと今から出発で、ここからが本題ね、本題。さあ行こう。やっと出発。確か砂漠があったはずなんだよな。なのでちょっと砂漠行って、その砂漠の向こうに何があるのか、ちょっとその辺りを確認してですね、でメサとか、あと手に入れてないもの、あ、ピラミッドか、ピラミッド、で馬の鞍持ってない、サドルか持ってないんで、それも手に入れたい。なのでちょっとこの砂漠で何かあるといいんだけど、あともう一個ぐらい村があればさらに OK。 こっちが回ってないんだよな、確か。この地図じゃ分かんない。はい、であとちょっとこの地図をでかくするためにもサトウキビがもうちょい欲しい。サトウキビ発見、もらってこ。よし、このサトウキビちょっともらいます。よし、はい、ゲット。こんだけか。何もなら、穴がある。とりあえず今日は穴の方がいい。上の方、あ、
そうそう、これもないんだ、これもないんだ。これこれこれ、サボテンも持ってないんで持っていこう。で、他、あら、まさかね。あれ、なんかほぼ確定。あらま、どうしよう。ピラミッドを発見し、探しに行こうって言ったから何分だ。うん、はい、ピラミッド発見でございます。なんかついてるな今日は。じゃあピラミッドの中、はい、埋もれてるな。まあ、いや、こちら入り口穴から入るか。せーの、よし。で、ちょっと湧き潰し、湧かないように、湧かないように、よいしょ。まあ、こんなもんでいいか。こっちも大丈夫かな。よし、さあ、じゃあ掘りますか。よいしょ。さて、何があるかな。ま、馬のサドルか、サドルさえ出てくれば、OK。それと、あ、TNT も、あ、あった、サドルあった。OK。あと、火薬系もある。ちょっと欲しかったものがいろいろとあってよかったわ。ちょっと、ここへ来るのに荷物持ちすぎたな。いらないもの置いてこ。こっちは？こっちは消防。金か、なんかいらないもの、まあ、この辺り置いていこう。金をもらって、はい、こっち、お、サドルと馬の鎧、はい、これもいただいてきます。で、火薬いただいて、よっしゃ。で、あと次 TNT いただいていきます。まあ、こんなもんでいいかな。これぐらい、荷物に余裕を持たして、さあ行こう。この TNT では何して遊ぼっかな。 OK。 というわけで、とりあえず今回はこんなところで帰ってきました。ちょっと地図を拡張してちゃんと探検できるように準備しておきます。もう1時間ぐらいやっちゃったんで、はい、今回はこんなところで一旦終わります。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。で、手に入れたのはサドル2つ、そして馬の鎧、こんなもんでございます。というわけで今回はこの辺で、それではまた、バイバイ。